タイタニック号の姉妹船、悲惨的な運命とは。タイタニック号の物語はよく知られた話ですが、実はタイタニック号に2隻の姉妹船があったのをご存知の方は少ないのでは。そしてそのうちの1隻は沈没の夜、急いで救助に向かったのですが間に合わなかったのです。この3隻は不運につきまとわれていたように見えますが、それぞれの船の栄光の瞬間は乗船した人々の心の中に刻まれています。ここでは畏敬の念を込めて、その想像力、さらに悲惨な運命の物語を見ていきましょう。いつもご視聴ありがとうございます。まだの方はチャンネル登録をしていただけると光栄です。タイタニック号がどのように氷山に衝突したか、そして乗船していた音楽隊が最後まで演奏していたこと、さらに全体の悲劇がどのように展開したのかはよく知られていますが、事故が起こる前はそのような船がそれほどの終局を迎えるということは誰も予想しなかったことなのです。タイタニック号を建築したホワイトスターラインも全くの予想外の事件でした。彼らは不沈の船と姉妹船であるブリタニック号とオリンピック号が将来成し遂げる功績に大きな期待を抱いていたのです。オリンピック号は1911年6月11日にニューヨークに向かって航海を開始した最初の姉妹船です。その大きさは群衆を驚かせるほどのものでした。オリンピック号の処女航海は無事に行われ、ニューヨークに集まった8000人の人々は、港に停泊している間、その豪華な宿泊施設を大いに満喫したのでした。その巨大船には大きな期待が寄せられていましたが、わずか2ヶ月後、オリンピック号はイギリスの防護巡洋艦であるホークと衝突してしまったのです。ホークは艦首がホットケーキのように平らになってしまうほどのダメージを受けました。事故の後、オリンピック号はタイタニック号が建設されていたベルファストにゆっくり戻りました。港ではタイタニック号の一部がオリンピック号を修理するために使用されたので、人々は2つの巨大船を並べてみることができたのです。それは本当に稀な光景だったに違いありません。1912年4月14日、タイタニック号は氷山に衝突しました。数分後、乗組員は近くの船舶に向けて救助信号を発射しました。その夜、オリンピック号が SOS の信号を受けた時には、ニューヨークから帰還中でした。船を U ターンさせ、全速力でタイタニック号に向かって駆けつけましたが、到着するのが次の夜になってしまうほど距離が離れていたのです。1912年4月15日の早朝、オリンピック号の乗組員は時間内に到着できないということを悟り、救助に向かうのを中止することに決めました。最終的にはタイタニック号の生存者はカルパチア号によって救助されました。タイタニック号が沈没した後、オリンピック号には全ての乗組員と乗客のための救命艇が設置されました。装備されていた救命艇20隻は64隻へと増加されました。水密隔離にも変更が加えられ、二重船体にするためにもう一つの船国が建設されました。二重の船体の設計であれば、タイタニック号は沈没しなかったということが分かったからです。数年間、オリンピック号はドイツとの戦争のために使用されました。長年にわたりヨーロッパから脱出した数千人のアメリカ人や、第一次世界大戦中に戦っていた兵士を含む20万人以上の乗客を搭乗させました。この船にとって最も重要な出来事の一つは、ドイツの潜水艦に衝突し沈没させたことです。後に分かったことですが、この潜水艦は衝突する前、オリンピック号に向かって魚雷を発射する準備をしていたということです。オリンピック号は30年にわたる航海を行い、以前の事故にもかかわらず、信頼できるベテランというニックネームを獲得しました。イギリス海軍の戦艦であるオーディシャスが沈没していた時にも生存者を助け、姉妹船であったタイタニック号に対してできなかったことをやり遂げたのです。ですが最終的にはオリンピック号は不運に見舞われました。当船であるナンタケット号に衝突し、それが船に終焉の幕開けを告げたのです。何年もの奉仕の後、打ちのめされたオリンピック号は破壊され、部品のために廃棄されました。信頼できるベテランは、
何年ものサービスを行い、何千人もの乗客を搭乗させましたが、ブリタニック号は短命でした。タイタニック号が沈んだ時、ホワイトスターラインはすでに別の巨大な船を建設中だったので、問題に直面しました。1911年11月30日、タイタニック号が沈没する約4ヶ月前に、ホワイトスターラインはすでにブリタニック号の建設を開始していたのです。ブリタニック号は最後に建設され、3姉妹の中では最年少でしたが、大きさに関しては最大でした。当初はジャイガンティック、つまり超巨大船と名付けられる予定でした。ですが、タイタニック号の災害の後、幸運な名前にするためにブリタニック号に変更されました。タイタニック号の沈没により、ホワイトスターラインは厳密な調査を受け、ブリタニック号の設計には多くの変更が行われました。ブリタニック号はタイタニック号に非常によく似ていて、当時の世界最大の海洋タービンを持っていたため、オリンピック号よりも速い最高速度に達することができました。タイタニック号に起こった悲劇の記憶が鮮明な中、この新しい船の安全性を確保するために、すべて可能な措置が取られました。ブリタニック号は最終的に1914年2月26日に処女航海を行いました。これはタイタニック号の沈没事件からほぼ2年後のことです。タイタニック号の災害の後、ホワイトスターラインはブリタニック号が彼らの汚名を返上してくれることを望んでいました。ブリタニック号は1年半以上にわたって客船として使用され、その成功を収めている最中にイギリス政府により徴収され、第一次世界大戦の初めには病院船として使用されることになりました。そしてそれはさらに印象的な姿になったのです。病院船であることを示すために全体が白く塗られ、その側面には赤い十字が記されました。軍医の一人であった ACH ボーモントは、今まで航海をした中で最も素晴らしい病院船である。と称えました。3309人の患者を一度に収容することができたのです。これがブリタニック号が陛下の病院船、またはブリタニック病院船と呼ばれるようになった経緯です。この壮大な船の姿は、怪我をした兵士の顔に笑顔を浮かべさせたに違いありませんが、ブリタニック号の使用期間は長いものではありませんでした。ブリタニック号がものすごい大爆発に見舞われたのは、病院船になってからちょうど1年後、エーゲ海を通り、負傷した兵隊を迎えに行っている最中でした。乗客には何が起こったのかわからず、下船するためにデッキに向かいました。未だにブリタニック号が何によって攻撃されたのかは不明ですが、ドイツの潜水艦によって仕掛けられた機雷によるものであるというのが定説であるようです。船長は船を近くの海岸まで移動させようとしましたが、船は急速で沈んでいきました。何人かの乗組員たちは切羽詰まって、船長の命令に背き、救命艇を浸水させ下船しました。悲しいことに、プロペラは作動し続け、船は動いていたので、救命艇はプロペラに吸い込まれ、破壊されてしまったのです。ブリタニック号がタイタニック号よりも確実に安全であるよう多くの努力がなされましたが、ブリタニック号は爆発後10分で、タイタニック号と同じ悲惨な状況に陥ってしまいました。残酷な運命のいたずらにより、ブリタニック号もまた海に沈んでしまったのです。タイタニック号の死者数とは異なり、ブリタニック号の沈没で死亡したのはわずか30人で、1000人以上が生き残ることができました。それは事故が起きたのが午前中であり、水温が高かったことによるものです。さらにギリシャのケア島の近郊であったため、救助を求めることが可能だったからです。ブリタニック号は結局のところ、約2年半しか海を航海することはありませんでした。タイタニック号とブリタニック号に続いた不運と、オリンピック号の事故と崩壊は驚くべきことですが、一番驚かされるのは、3つの船全部に乗り、生き残った女性がいたということです。バイオレット・ジェソップは、乗組員または看護婦として、この3隻に乗船していたのです。彼女は、オリンピック号が1911年に防護巡洋艦ホークに衝突した際に搭乗していて、無事に下船しました。2年後、第16番の救命艇でタイタニック号の沈没を免れ、
救命艇に乗ることが安全であるということを何人かの女性に示しました。普通の人だったら二度とボートには乗らないと決心するはずだと思いますが、彼女はそうではありませんでした。数年後、ブリタニック号が病院船と使用されている間、看護婦として働いていたのです。爆発が起こった時、バイオレットは船外に飛び込み、水の中に引きずり込まれ、肋骨に頭を打ちました。それでも彼女は生き残ったのです。そんなすごい経験を想像できますか？彼女は鋼のような精神を持っていたに違いありません。今日だったらネット住人はおそらくバイオレットがこの3つの姉妹船の最悪な事態に乗り合わせたことにより、バイオレットジンクスと呼んでいたことでしょう。結局のところ、この船の3姉妹は栄光と悲劇を経験することとなりました。常に災いにつきまとわれていたようにも見えますが、生存者の心の中に信じられないほどの物語を残していったのです。ではブライトサイダーの皆さん、これらの船を実際に見てみたかったと思いましたか？ぜひそのことについてコメント欄でお知らせください。このビデオを高評価してお友達と共有し、チャンネル登録をして、これからもブライトサイドで一緒に過ごしていきましょう。